なんかハーフなのに中国語も喋れないし、見た目も別に日本人と変わらないわけじゃんっていうのがずっとやっぱコンプレックスで、ちっちゃい頃とかバカにされたし、でも台湾行ったらね、台湾の素晴らしさに気づいて、なんか台湾行きたすぎて夢に出てくるよ。めっちゃ出てくるよね。ちっちゃい頃ずっと嫌だったから、このハーフであることが。でもそんななんかやっぱネイティブみたいには喋れないから、中国語が、やっぱそれが悔しい。今でも思う。思う。最初未だに覚えてるの、なんか料理注文するとき最初に書いて渡しに行くじゃん。そのシステムを知らないから、もう永遠に座って、でも誰も来てくれないから、もうめっちゃ怖くて震えながら。台湾の何が一番お気に入り？まず猫がいっぱいいるでしょ。猫に優しいでしょ、みんな。あとお茶、美味しいお茶がいっぱい飲める。でもやっぱ一番好きなのは人だよね。人のあの空気感、表裏がない、みんなね。YouTube 頻道林木的日常，近日播出一则影片，一位土生土长的台湾老板在日本开一家台湾料理餐厅，吸引不少日本和台湾旅客。道地的台湾味更让旅客赞说不是骗人的口味，而老板女儿更是大土新生，18岁以前很讨厌自己是台日混血儿，但是到台湾留学后竟然疯狂喜爱台湾。影片中更提到特别喜欢台湾的食物，接到和台湾人的亲切感。台湾人の方からメールをいただいて、ちょっと読みたいと思います。大船駅の近くに台湾人が開いた台湾料理屋さんがあるらしい。ちょっと早速依頼を受けたので調査しに行こうかなと思います。こんにちは。こんにちは、すいません。你是台湾人？台湾，我出生是在台北，我的家人都在桃园，开了30年了。30年、这家店哦，刚好是第三次，第一次我7年半，第二次5年半，那加起来30年。日本生活の方が長いから、パパの个性已经变成日本人了，不是台湾人，我比较台湾人。对，你讲话的方式也很像台湾人。是吗？毎日台湾のいいお茶を飲む。哦，飲む。そう、自分で。あ、自分よ。何茶？台湾的阿里山，好茶，台湾的好茶。お茶が好きなの？お茶好き。お酒飲めないから、台湾ってお茶文化じゃん。居酒屋行ってもみんなお酒飲まないじゃん。ご飯がメインみたいな。だから台湾の方が好き。衝撃だったのがさ、あの遊園地に通ってた時、台湾の人たちみんなボールで遊んでてさ、師範大学の生徒たちがなんかバレエみたいなのを、はいはい、この庭でやって、なんていい国なんだって思った。お姉ちゃんが日本の大学生の姿を見てたから、でもみんな飲み飲み、サークル飲みみたいな、あんまりそういうの好きじゃないから、みんな飲み行こうって感じじゃん、日本の大学生。台湾飯行こうみたいな感じだよね。我比较喜欢台湾的文化。你比较适合在台湾生活。对啊，ちっちゃい頃から、なんだろう、日本の建前と裏みたいな、裏で悪口言うのに表では褒めるみたいな、そういうのすごい苦手。台湾の人もめっちゃ直接言うじゃん。その服似合ってないよみたいな。そのシャツ似合ってないからこっちの方がいいよみたいな。普通に言うじゃん。そういうところが好き、台湾人の。わかる、めっちゃわかる。で、台湾人の空気感っていうか、本当いいよね。生まれ育ったのもずっと大船なのに18年間台湾の方が落ち着くも、台湾の道とかの方が落ち着く、大船の大船の道よりも。本当に何なんだろう、不思議。カバンを見せて、はい、そうそうそう、作ってほしいって言って作ってもらう。これすごいっすよ。絶対いいでしょ。可愛くないこれ。私はもう完全に18歳までも完璧に日本人として、文化とかも全て、言葉もパパも全く喋んなかったの。インズとかなんかインジンとかね、ちっちゃい頃に。ちっちゃい頃ずっと嫌だったから、このハーフであることが。でもそんななんかやっぱネイティブみたいには喋れないから、中国語が、やっぱそれが悔しい。今でも思う。思う。だって単語とか分かんなかったら何言ってるのか分かんなくなっちゃうし、発音もやっぱネイティブじゃないから悔しい。小学生の時台湾行ったの覚えてた。めっちゃ野良犬いなかった、街中。野良犬今もいない。いるけどもっと多かった。どこにでもいて、スリイエスとかもめちゃめちゃ汚かった。私がちっちゃい時、小学生ぐらいの時。今でこそ綺麗になってるけど、だからなんかあんまり台湾の楽しいとこパパ連れてってくれないから、全然台湾、しかも親戚と何も喋れないじゃん、中国語だからみんな。だから台湾楽しい思い出がちっちゃい頃はなかったから、最初未だに覚えてるの、なんか料理注文する時最初に書いて渡しに行くじゃん。そのシステムを知らないから、もう永遠に座って、
でも誰も来てくれないからめっちゃ怖くて震えながらそしたらおばちゃん、台湾のおばちゃんが、今思えば全然そんな怖しくないけど、これ自分で頼むんだよみたいな感じで、その通りバーって言われたのがもう怖くて、もう震えながらっていう最初はそんな感じだったけど、でもだん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 楽しくなってきてね、留学して初めて台湾の楽しさ、良さに気づいて、そこからもうね愛さんが台湾のそれが5年前とかか、もっと前じゃない、18からだから6年7年前じゃない、あれ今25歳だよ、もう、うわ早っいや本当だよね。味道如何？很好吃，我觉得它清香菜炒很好吃，有台湾的口味啊，它炒的过程跟台湾的口味一样，没有偏离台湾的口味。台湾の何が一番お気に入り？まず猫がいっぱいいるでしょ、猫に優しいでしょ、みんな。あとお茶、美味しいお茶がいっぱい飲める。フルーツも好きだし、もうゴアとかバイシャンゴとかマンゴーとかライチとか、日本じゃ食べれないじゃん、そういうフルーツ。でもやっぱ一番好きなのは人だよね、人のあの空気感、表裏がない、みんなね、最近動画見てないよって言ってくれるところ裏表がないところ。留学行って何か変わったこととかある？自分が台湾で18歳で行ってみて、日本に対してめちゃめちゃ親日じゃん台湾、みんな結構優しくしてくれたけど、でもその中でもやっぱ大変なこといっぱいあるじゃん台湾、やっぱ留学してて苦労してみて、パパが改めてすごいなって。だって昔の日本なんて多分台湾への理解ほとんどないじゃん、しかもパパ男の子だったし、そんな中で中国語全く喋れないママと結婚してお店やって、飲食店なんてすぐ潰れるじゃん大体、でもそれを30年間やってるっていうのは本当すごいな。それで変わってお店を継ぎたいっていうか、一緒にやりたいって思った。台湾行くまでは全然お店一緒にやりたいなんて1ミリも思ってなかったから、それが一番でかいかも台湾行って。最初って何がきっかけなんだっけ？台湾行くきっかけになったの、もともとはそんなから高校でさ、いろいろあって、高校でいろいろあって、そういろいろ女子が多いとこだったから、女の子たちの派閥みたいな、そういうので学校行けなくなっちゃった時期があって、で単位全部落としてでも頑張って全部3年生で取り直して、卒業はできたけど、専門学校もともと行く予定だったけど手続きができなくて、じゃあ来年の4月に入学するってなったら1年が空くから、その間でちょっと短期留学、本当に3ヶ月ぐらいで軽い気持ちで台湾行こうと思って行ったのがきっかけ。3ヶ月ってなってたけど、延長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 で延長延長延長4回そう、まあ、2年まで行かなかったけど1年半超えみたいな感じで、結局台湾でやっぱ変わったよね。なんか自分もこの前行く前はなんで台湾のハーフなんだっていう、同じコンプレックスに近いような、特性中国語喋れないし、そうなんかハーフなのに中国語も喋れないし、見た目も別に日本人と変わらないわけじゃんっていうのがずっとやっぱコンプレックスで、ちっちゃい頃とかバカにされたし、でも台湾行ったらね、台湾の素晴らしさに気づいて、逆に今ではなんだろう、自分の武器だよねハーフだってことが。なんか台湾行きたすぎて夢に出てくるよ。え、めっちゃ出てくるよね。4年間行けなかった時夢の中でね、台湾行ってんので、台湾の匂いとかあんのでね、台湾人とかにめっちゃ泣きながら「おお偉い台湾が」って言ってさ、台湾用に増えないなーって言って台湾人にハグされてる夢、多い時週2ぐらいで見てた、そういう夢で。台湾のご飯とか食べたりとか夢の中でしてて、夢の中で台湾の人に発音直されたり。でから今回今年の5月末4年ぶりに台湾行った時も、ソンサンジーちゃん飛行機がこうやって着陸した瞬間、こう、もう大号本当に号泣して、隣にいた綺麗な台湾のお姉さんもドン引き、台湾にやっと帰ってこれたみたいな話で泣きながら話してよかったねみたいな感じでみんな言ってくれて、台湾の知らないよくわかんない道とかめっちゃ落ち着くよね。よくわかんないお寺みたいなところで、おばちゃんたちが、おばちゃんおじいちゃんたちがお昼から会合みたいなの開いてたりさ、めっちゃ落ち着くよねああいう風景。台湾ってありのままの姿でいていいじゃん、ありのままの自分を表現してさ、ありのままで過ごしていいっていうさ、みんながそうじゃん、年取っててもミニスカート履いて、日本だったらなんか指さされて最悪写真撮られたりするじゃん。同性愛の人だったり、台湾だとみんな表に出してるじゃん、それが当たり前、みんなそれぞれ好きな服着てさ、好きな髪型してさ、好きなことしてさ、台湾のそういうところがすごい好きなんだよね。自分のありのままの姿で生きていいっていう、それを誰も否定しない、みんなそれを認め合ってる、表裏とかもない、そういう台湾の生活空気感が一番好き。
さっき愛理ちゃんがお店を継ぎたいのかっていう話をしてて、そうだから台湾留学行ってた時にそれまでも1ミリもお店継ごうなんて思ってなかったから、台湾で生活してみて日本語しか喋れないママと結婚してお店を30年続けられたのはやっぱすごいなと思って、やっぱパパの1台じゃ潰せないなと思って、でもやり方はまあちょっと変わって今の携帯はちょっと変わるかもしれないけど、でも私も継ぎたいなと思って今一緒に働こうって思って。おば的にはなんか娘さんがこういう考えでいるの、有人駐車をつくつく忘れたどんどんこの一体で終わってしまえば、まあ、まあそうはしょうがないかなと思うので、ちゃんとパパの後にいろいろ考えてくれて、パパにとってはやっぱり嬉しい、うん、なんか欲しい。昔この店は絶対潰すって言ってたよね。そうそうそう本当に自分がやっぱサラリーマンの子供じゃない、普通の職業じゃないっていうのがやっぱ嫌で、本当に嫌だって思ってたけど、しかもアリが入ってきてから本当お店が変わったよね。可愛くなったよね。うん、お客さんも変わったね。日体ハーフとしてこれからもっと台湾の良さを日本の人に広められたらいいなって思ってます。のりくんのように。そう、あ、そう、だからまさに自分と同い年でこんな同じような心情環境で育った人がこうやって YouTuber として活動して、台湾の良さだったり逆に日本の良さだったりを YouTube で発信してるのを見てすごい尊敬しかない。でも日体ハーフだからこそできることってあると思う。今やってることだって多分日体の駆け足になってるかもしれないし、チャンスに来るお客さんは台湾旅行行く前に来るお客さんとか、行ってから来るお客さんがいっぱいいて、行く前のお客さんには台湾のこういうとこ美味しいよっていっぱいいろいろ教えてあげて、美味しいご飯屋さんとか、あと注文の仕方、家族でやってるからなのかな、うん、このアットホームってそれはすごい感じた。一番最初に入ってきた時にその愛理ちゃんのいい笑顔してるなって思って、スーツケース持ってきてたから、でなんかママが結構台湾人っぽい、日本にないフレンドリー、フレンドリー感ある、確かにそれはあるね。どっちかって言ったらパパの方が人見知りあるかもしれない。なんかそこが面白いなと思う、逆ママが台湾人でパパが日本人あ、そう、パパ日本人的で、そう、 そうそうそう、じゃあ今後のチャンスとをつぐみとして最後に一言お父さんよろしくお願いします。私の弟がお店を継いでくれることになったので